市川市の団地なんですけど、はい、1階から5階全部僕の生徒、僕学生の時で夏休みとか月収90万とか、いい口コミと悪い口コミの差が9倍違うっていうので成功したんですけど、はい、調子ぶっこいて倒産仕掛けて、はい、借金取りに砂浜に埋められて、どうだ、始まりました、モチーチャンネルです。今回はですね、スペシャルゲストをおいでいただきました。9割受かる勉強法という本の著者として活動している松原と申します。なるほど。高校時代に全国模試で全国最下位、偏差値29という状況から偏差値39の高校に通う高校生だったんですけど、まあ、その高校で初めて早稲田大学に受かったという経歴がありまして、ほうほうほう。でその後、まあ、家庭教師等々やっていてたんですが、一旦銀行に就職して、でもやっぱり家庭教師の方が面白いということで、インターネットの予備校をやろうというので、はいはい、2007年に会社を作り、一時期はまあめちゃめちゃ成功したんですけども、はいはい、調子ぶっこいて倒産仕掛けて、はいはい、借金取りに砂浜に埋められて、車のタイヤで引かれそうになったけども、まあ僕はもう諦めてたので、まあ、おもらしもせずですね。お前おもらししないと初めてやぞって言われたような状況もしながら、またもう一度ですね、再起して、インターネットの予備校をやっております。なるほど。すごい。むちゃくちゃな自己紹介でしたけど、いいですか。もうぶっ飛びましたけど、今は。そうだったんですね。ちょっと面白いこと言わなきゃと思ったんですけど、でもまあ事実いきなり、いきなりずいぶん振りなしにいきなり落ちにぶっ込んでいきましたね。29からどうやって勉強したんですか、はい、早稲田受かるまでどうやってやったんですか。そうですね、まずはもう本当にがむしゃらに、はい、もう目の前にある教材等をまあ勉強2ヶ月ぐらいしたんですよ、はい、いつからですか。高1の4月からですね、はい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 、で2ヶ月やったんですけども、まあ、偏差値が全然上がらなくて、はい、で一旦もうやっぱ自分ダメだなと思って諦めちゃったんですね。当時まあ好きな女の子がいたので、まあ、当時も太ってたんで、一回ダイエットしようと思って、でもう勉強ダメだったし、このダイエットに切り替えようと思いまして、2週間で勉強ダメだったしダイエットに切り替えよう、そうですね、もう勉強ダメだからスポーツだみたいな。そしたらそれは成功したんですよ。14日間で20キロぐらい痩せたんです。何キロからなんですか。当時ですね、多分84から61ぐらいまで多分、はい、なるほど、下がったんですね。でそれでまあ自信が出たんですよ。あ、俺もやればできるんだなと、はい、書店でその僕ラジコンが当時好きだったんで、ラジコンの本買いに行ったら、はいはい、和田秀樹先生という、ああはいはい、当時受験の神様とかですか、はいはい、彼の本が置いてあって、勉強はできない、そんな君でも東大に行けるかもっていうテロップっていうか帯があって、ね、はいはい、うわーっと思ってですね、で受験は要領だって書いてあって、確かに要領俺は悪いと思ってですね、でそっから勉強法の勉強っていうのにこう目覚めた。勉強法の勉強、はい、要領が悪いんであればどういうふうに効率よくやればいいのかってことを研究して、で、私の早慶大合格作戦とか、はい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 、はい、あれをもう全部買いさ、まあ、買いあさってもう読みまくってですね、はい、で自分なりにこういうふうにやってみたらいいんじゃないかっていうのが見えて、そこからまた勉強を再開するんです。なるほど。そしたらもう高1の夏で偏差値が62まで上がって、へえ、うん、で高1でも、学年トップ、うん、まあ、すぐトップになれるんですけど、偏差値39の高校なんで、まあ、そうですね、それ高校入試どんな問題ですか、偏差値39。いや、そう、私立なんですけど、まあ、問題のレベルがもう簡単な公立高校入試の都道府県のものよりももっと簡単、とにかくまあ非常に簡単なのに、英数国ほぼ3日間必死になって覚えた理科と社会の範囲がほぼ出たっていう、はあ、それでなんとか受かったという感じですね。まあ、結局真剣模試なんですけど、はい、数学が偏差値96とか、はいはいはい、英語も80超えたりして、はいはい、まあなんとか成績上がったんですけども、まあ、初めて話す話かもしれないんですけど、はい、まあ、家庭のもトラブルというか、まあ、ちょっと家族間、お父さんお母さんの喧嘩も大変、はいはい、まあ、あってっていうのもあったんですけど、もう一つこれ初めて話す話なんですけど、ね、すごい初めてがいっぱいですけど、聞ける人は何が初めてか分かんないと思います。まあ、本に結構詳しく書いてるんですが、はいはい、当時なんか出会い系のなんか走りみたいなのがありまして、要は、はい、なんか雑誌に女の子のアドレスが書いてあって、はい、その時送れるだったかな、はい、それでメッセージを送って、出会ってしまったんですよ。そんなのがあるんですね、はい、でその子にはまってしまって、勉強はちょっとこう身が入らなくなって、もう直前に、高校生がですか。高3です、高3です。そんなシステム、そんなシステムというか、そんなのあるんですね。へえ、 ありました、当時はですね、はい、コンビニに売ってた、コンビニに売ってた雑誌なんですよ。名前出したらいいのか分からないですけど
え、全然わかんない。そこ、個人の連絡先が雑誌に載ってんですか。そうなんですよ。何それ。で仲良くなって、でも僕は結局その彼女に翻弄されて身が入んなくて、もう彼女が気になって、はいはい、童貞の男の子なんで、ね、もうそのことしか頭ないんで、はいはい、まあ、結局試験はこけてしまったんですね、現役では。あ、大学入試の大学入試です、はい、その後、まあ、1年間、まあ、浪人して、まあ、島立ちしながら独学で、はいはい、まあ、なんとか早稲田に引っかかって、ほう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 、で、まあ、進学した、うん、浪人時代はどうやってやってたんですか。あ、出家しようという気持ちで。出家、はい、もうあらゆる欲望を断つと。で、睡眠時間3時間、はい、禁欲で、食欲も食べ過ぎると眠くなるし就職下がると思って、当時本当に食べなくて痩せてたんですけども、でそれでなんとか耐え忍んでやったっていう。え、浪人時代予備校行ったりとかしてない。あ、実は行ってないっていう体になってるんですね、本の中でも、はいはい、実はちょっとだけ行ってるんです。それいいんですか別に。あ、もう言います、はい、言うんだ、はい、で、あの英語と古文漢文は結構取れてたんですけど、うん、現代文はどうしてもダメだと、うん、でたどり着いた先が、あの先生という先生で、ああはいはいはい、はい、その動きはちょっとやばいかもしれない。偏差値が75までバーンと伸びたんです、ね、おお、なるほどなるほど。それ以外はもう独学です。結果、まあ、無駄なことも多かったなと思ったので、はい、もっとその楽に楽しくできる方法が、まあ、逆に見えてきたので、なるほど、それをこの、あの大学生時代に、まあ、60名生徒指導してですね、家庭教師で。ああ、なるほど。家庭教師60、はい、はい、もうほぼ早稲田当時ほとんど大学行かなくても卒業できたんで。はいはいはい、はい、まあまあそうですね。すごいのがある立川市の団地なんですけど、はいはい、1階から5階全部して、順番に回っていくみたいな感じ。すげえ。でその時にやっぱり1人1時間2時間やっても、はいはい、まあ、やると時間が足らないので1人30分の指導にして、はいはい、で勉強方法を教えて、でその進捗進みは管理するっていうことだけやって、月謝も安く抑えてあげて、はあ、なるほどなるほど、はい、やってたんですね。売れっ子の家庭教師になって。あ、そうです、そうです。あの立川市で人気の安くて成績を上げるのうまい講師としてですね、なるほど。銀行就職して、そう、学生の時で夏休みとか月収90万とかあったんですけど、はいはいはい、やっぱりもう一生やる仕事じゃないような気がしたので、はいはい、やっぱり僕は大企業に行きたいっていうのが、まあ、当時あったので、システム部に入れたですね。しごきいじめがあって、あ、なるほど、はい、当時ホリエモンさんとかがブイブイ言わせてる時期だったんですね、はいはいはい、2006年ぐらいだったんで、はいはい、ちょうどそうですね、あのホリエモンさんに影響を受けて、で銀行を辞めるって決めて1月に、まあ、逮捕されちゃったんですけどホリエさん、はいはい、2006年の3月末に辞めて、でやっぱインターネットと家庭教師、これを組み合わせたら講師がいないエリアとか、あるいはお金がない地方にも安く安価で高品質なものが提供できるんじゃないかって自分なりに考えて、でも少子化だから大丈夫なのかなこの業界と思ったら、大学受験の4年生の方はその時まだ微増で毎年増えてたんですね、受験者数だ、市場は大きくなってると。1人にかける教育費も子どもの数が減っても家庭での総額はそんな変わらない、いいかなと、将来性あるなと、やりがいもあるしっていうことで始めました。うまくいったわけですね。いや、最初の2年間はもう本当にベンチャー企業あるあるかもしれないですけど、机の下で寝る生活とかですね。へー。で共同の睡眠所があったんで、隣の会社が帰ったら僕はあのタオル持って、使えない話を使えない話をどんどん、まあ、どんどん入れてくる、はいはいはい、まあいろいろやってですね、はいはいはい、でそういうの2年間やってた、はい、すごいジャック・マーみたいな感じで、はい、で天気がそうですねって否定しない天気が訪れた。そうですね、あの本を何冊か書いてたんですけど、はあはあはあ、まあ、そんなに売れなくて、うん、でネットのウェブマーケティングも、まあ、その素人なんであんまりうまくいってなくて、はいはい、4冊目の本が、まあ、爆発的、はいはいはい、僕にとっては爆発的ヒット で、うん、で実際3年間2010年から2012年は確か日本一売れた本なんですよ、勉強本で。見たか和田秀樹みたいな。そうですね、でもちゃんとあの和田秀樹さんにはしない、はい、まあ、すごく順調に、まあ、会社も伸びていった、うん、しかしまあまあね、コペアなんてなるわけなんですね。そう、いろいろあったんですね。まあ、簡単に言うと本当に貧乏な家庭の家族、はいはいはい、あの出身なので、はいはいはい、ちょっとお金が入ってきたらやっぱ天狗になってですね、はい、まあちょっとその遊んでしまったんです、ね、それを見た社員がバカバカしくなりますよね、はいはい、自分たち一生懸命働いたのに、なるほど、社長はなんかもう遊びまくってるみたいな、そんな感じです。はあ、だからやっぱ優秀な人はやっぱ去っていき、で人が去ってくるとね、その指導のクオリティというのはやっぱ下がってしまう。なるほど。そうすると悪評がすぐ広がりますね。あ、ね、なんかいい口コミと悪い口コミの差は9倍違うっていう、繁殖率がね、あの
繁殖率がそうなんです悪いのはもうブワーッと広がるんですね。なるほど。インターネットを、はい、そうですね、はい、でバッと上がった分バッと下がって、日本の法律ですごくです、ね、赤字が出てもあんまりこう人社員さんを辞めさせることができない、はいはい、ということで制度さんがいないにもかかわらず社員さんがいっぱいいて、なるほど、毎月こう借金が増えていく、はあ、そして埋められたでまあそこから再起したわけですからね。助けてくださる会社があって、はいはい、その借金とその社員を全部拾ってくれて成功してですね、はあ、なるほど、で円満に辞めることができたのが2015年、やっぱ大学受験やりたいなということで YouTube 予備校を本格的に始めたのが2016年の4月か5月ぐらいです。なるほど、すごい波乱万丈な、ありがとうございます、送ってきたんですね。クラスにお越しいただきました、ありがとうございました。ありがとうございました。 Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.